相模原キャンパスの入り口奥。研究、管理棟が見えている。相模原キャンパスは、神奈川県相模原市中央区に位置する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の研究施設。ごとしては、同施設の多くが属する機関である宇宙科学研究所を指して使われることもある。相模原キャンパスは1989年4月。 宇宙科学研究所の中核部として開設された。それまでは、駒場キャンパスが i s セ s の拠点であった。真向かいは、国立映画アーカイブ、相模原文館である。研究、管理棟、研究センター、及び、ロケット、人工衛星等再機器の基礎開発、試験を行う、特殊実験棟などが設置されている。また月、惑星探査プログラムグループの研究拠点や、 宇宙教育センターも相模原キャンパス内にある。相模原キャンパスでは大学院教育などの教育活動を行っている。ほか全国の大学の共同利用機関として研究活動も行っている。また、世界各国からの研究者も受け入れ、世界における宇宙科学研究の拠点となっている。展示室にはロケットの模型やハヤブサの原寸模型が展示されている。 展示室は年中無休だが臨時休館することがある。食堂は一般人の利用もできる。またキャンパスの屋外にはミューファイブロケット実機模型と M-3SII ロケット原寸模型が並べて展示されている。ありがとうございます。